中年の危機とは、中年期特有の心理的危機、また中高年が陥るうつ病や不安障害のことを言う。ミッドライフクライシスの訳語であり、ミドルエイジクライシスとも表記される。中年期は働き盛り、熟年とも呼ばれ、1960年代までは人生の最盛期として認識されてきた。1970年代より、発達心理学では、 中年期を大多数の大人が経験する人生の一つの段階として研究が進められ、臨床心理学などを含めて中年期危機という用語が用いられるようになった。中年の危機は30代後半から40代にかけての中年の入り口で体験されるほか、現役引退期にも訪れやすい。しかし2020年現在では30代でも、 若手や青年などと扱われることが多く、逆に30代を中年や中高年と呼ぶ人は少なくなったため、入り口と呼べる年齢に制限はない状態にある。中年クライシス特徴マップ引用元、中年の危機という言葉は、中年期を迎えた個人が経験するアイデンティティや事故、肯定感の変化、すなわち中年期の心理的危機と、中年期にありがちな個々のストレス要因とが、 混同されることが多い本来の用法では前者を指すが、後者にも用いられることがしばしばであるが現在では、中年という言葉自体を嫌っている人間もたくさんいる。ユングは一貫したライフサイクルという概念を生み出し、特に人生の後半における成人の発達に着目した。ユングは人間の一生を太陽の運行になぞらえ、40歳前後を 人生の正午と呼び、40歳前後を頂点として、人生を前半と後半に区分した。前半期の心の発達が、職業を得て社会に根付くことや、家庭を築くことなど、外的世界へ自己を適応させていくことであったのに、対して、人生後半期の発達は、自己の内的欲求や、本来の自分の姿を見出し、それを実現させていくことによって達成されると、 考えた。ビンソンは40人の中年男性の個人史を検討し、成人期には40から45歳の人生中間の移行期と60から65歳の成人期後期移行期という2つの転換期が存在するとしている。岡本優子は成人期における各年齢期に特徴的な心理的変化を見出し、30代後半から40代、 前半の中年期と60歳前後の老年期への移行期に様々な自己意識に急激な変化が起こりやすいことを示唆した。また、岡本は中年期に見られる自我同一性意識の変化過程には次の4つの段階があるとしている。それは、一心身の変化の認識に伴う危機期、二事故の再吟味と再方向付けの模索期。 3これまでの生き方の軌道修正、軌道転換期、4次が同一性の再確率期である。中年期の心理的な危機とそれに伴う臨床的な問題は、以下のような中年期特有のストレス要因の発生によって生じやすい。しかし、ライフスタイルやライフコースは多様であり、必ずしもこれらのみが原因とは言い切れない。中年期にはこれらの問題が、 一気に増え始める。人生前半期では、獲得的、上昇的変化であったものが、中年期には喪失、加工的変化として体験される特質がある。中年期の変化によって生じる臨床的問題は、これらの要因による構造的葛藤と捉えることができる。中年期の心理的葛藤は、以下のような感情や行動となって現れる。例えば、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、厚生労働省における、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では10代から30代までを若者と表現しており、これに関わる報道で、マスメディアは30代以下を若い世代と表現している。その他の例は、青年・青年期の区分を参照。ABCDE 岡本2005 ピアニッシモ、198-201、厚生労働省ホームページ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議2020年8月8日、閲覧、産経新聞、神奈川で33人感染若い世代、経路不明多数、新型コロナ2020年7月26日、閲覧 ABC 宮田義勝2001、 ピアニッシも 53ABCD 宮田義勝2001ピアニッシも54男性高年期の新進医学内科の立場からありがとうございます。